百城过据说是琉球王朝有名的武将护佐院为了保护水井而建造的。因此为了不被敌人发现而把排水沟建在石板下面，这种排水的机能至今仍然被使用。はい、今、北の角の石畳の上に立っています。この北の角は水黒輪とも言われ、西側の方に宇川と呼ばれる大きな井戸があります。それから東側の方は石畳の通路になっております。こちらは御様の時代に作られた相方積みの石垣と、それから先中薄く安治時代に作られた布積みの石垣が対照的に見られる場所です。1440年、読谷の座君というところから国王の命令で移封してきた御様丸は、この三の角と北の角を総相方積みで作ったと言われております。内壁も外壁も全部相方積みという最高の技術の石積みで作ってあります。それから竹中薄く安治時代に築城されたこの高い城壁も見ることができます。この部分は険しい階段とそびえ立つような高い城壁が見られることから、ミニピラミッドと呼ばれる場所でもあります。人気のある場所になっております。現在仍然保存住當時一部分由護佐院增建北城國時的石板道。另外在這裡可以看到忠城另一個特徵，就是在巨大的石灰岩上建造城樓。